ジャンプ屈指の名作大の大冒険がついに狂ったようです。数々の作品があるドラゴンクエストでも屈指の名作と言われる大の大冒険、2020年にはアニメもリメイクされ、およそ2年間という長い期間が放送され、以前の旧アニメ大の大冒険は途中で打ち切りとなり完結できなかったこともあり、リメイクされた大の大冒険は世界トレンド2位に輝いたり、最終回が放送された際にはトレンド1位になったりと大好評のまま完結を迎え、そんな大の大冒険、先日大の大冒険のゲームを発売して、勇者大のストーリーを映像やスライドで体験しながら、登場キャラたちを思わせる特徴的な技を使用して魔王軍たちと戦うことができるのですが、先日のゲーム発売日に合わせてと、あの名曲で大の大冒険要素満載の替え歌を公式が投稿したことで、何なのこれ、素直にクソ笑った。公式何やってるのと見た人全員が大爆笑され、さらにこちらのセリフは非常に頭に残るということで、中毒性大、混乱している、頭から離れないと替え歌が脳内再生され続ける、面白被害も出ていましたね。そんな替え歌、魔王軍幹部のクロコダイル、ヒュンケル、バランが主人公の大たちと戦い、魔王軍側から人間たちの味方になる場面を公式がふざけまくって紹介したと話題となり、最初のクロコダイン編ではポップが仲間のため命をかける姿に心を動かされ大の仲間になり、クロコダイも仲間のため命をかけて戦うのですが、というこの紋章、人間、魔族、竜の神が生み出した究極生命体の証ということで、この中でその紋章を出せる子一人しかいない、一等賞が最初から出来エースではないかと突っ込まれていたり、ヒュンケル編では敵の自分に涙を流してくれたマームの優しさに触れ、自分の命と引き換えに魔王軍の奇襲から大たちを助けた名シーンが、もっとお前たちの力になってやりたかったが、さらばだと完全に閉じ狂っていたため、普通マグマに沈んだらまた明日も明後日もないからと半切れで突っ込まれる方がおり、そして次のコマではそんなヒュンゲルが一緒に歌う意味不明な状況になっていましたね。さらに敵から武器を託される熱いシーン、もらってくれないかと面白ワードからヒュンケルがとんでもない顔を披露したため、ラーハルト困惑してそう、武士の情けで2個目のアムドってとこ好きすぎると敵キャラのラーハルトに同情が集まっていたり、他にもヒュンゲルがとつぶやき、と完成度の高い替え歌に大興奮する方もいましたね。そして最後のバラン編では、人を滅ぼすため大と戦い、人の心の強さに驚き魔王軍に戻る、自分の物語を3人の中で一番ノリノリで歌っていたということで、お父さんとこ笑った、バランがノリノリで笑ったと大満足される方や、初めは笑って見てたけど最後の方でいつの間にか目からとバランのセリフに感極まる方もいましたね。ちなみに公式の悪ふざけと思われる攻撃くらいクロコダインがと叫ぶシーンがめっちゃ多いため、公式に乗っかってクロコダインのグワー集を投稿する方もいましたね。細かい部分では物語を再現して隅っこに可愛いフレーザートさんがいたり、ヒュンケルがでんぐり返りする場所が敵キャララハルトさんの必殺技ハーケンディストールを放った後の上だったり、大の大冒険を見た人にとっては爆笑間違いなしなので、まだ見てない人はぜひ見てください。